一緒に写真を撮りに行く？モグラ島と対決したあんただよ。モグラ島の2番手、百面相のじゅ、いや、今はこんなことを話してる場合じゃない。まずいことが起きた。フックの親分がホールマスターを持って一人で大航空に行っちゃったんだ。しかも何か危険なことがあるみたいで、他のやつは一緒に来るなって言ってて、僕の代わりに様子を見てきてくれないか。ホールマスターはホールマスターだよ。フックの親分が持ってると必ずひどい戦いが起きるんだ。フックの親分はコークにいるフェスマンさんに親父に何か起きたって聞いて飛び出していったんだ。コークには悪いやつがたくさんいるから、子供は勝手に入っちゃいけないんだ。だから僕の代わりに様子を見てきてよ。フックの親分の親父で、モグラ島みんなの親父だよ。フェスマンさんはみんなに優しくて、要するにすごい人なんだ。じゃあ頼んだぞ、急いで行ってきてくれ。冷静になれ。俺たちは生計を立てるために働いている。それはみんな同じだ。とりあえず座って話をしないか。聞こえのいいことを言いやがって。俺たちはあんたをリーダーのように扱ってきたのに、あんたは俺たちにこんな仕打ちをするのか。お前は俺たちを裏切った。あんたは鉱脈の情報をあの狂った女アントニアに売っちまった。俺たちが先だったのに。そのせいで俺たちはあいつらのために働かなきゃならない。この裏切り者。どうした、返す言葉もないか。情報を売ったことを認めるんだな。お前たちはみんな悪い奴だ。親父をいじめるな。フック、いやいや逆だよ。お前の親父が先に俺たちをいじめてきたんだ。信じられないなら聞いてみな。親父。そうだ、アントニアに話したのは俺だ。だが鉱脈を最初に見つけたのも俺だ。どうするかは俺の勝手だ。あんたは持っている探測機を使っているだけだろ。俺たちが探測機を奪い取ってもまだ傲慢な態度を取れるのか見てやるよ。俺に近づくな。俺は大義のためにやってるんだ。いつも問題を起こそうとするお前らとは違う。どうやら痛い目を見ないとわからないようだな。野郎ども、かかれ。この私がいる限り親父に手を出せると思うな。お前は早く私を手伝え。また一人やられに来たのか。
まあいい、一人増えたところで何も変わらない。俺の実力を思い知らせてやる。騒ぎを起こしたくはない。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。後悔しても遅い。ハイになれ。親父、怪我してない？少しすりむいただけだ。フック、お前は大丈夫か？心配しないで。私にはホールマスターがあるから、怪我なんて怖くない。それならよかった。そこのジョーちゃんは怪我してないか？助けてくれてありがとうな。強がるな、ジョーちゃん。その怪我はすぐに治療を受けた方がいい。ああ、思い出した。お前がナターシャの言っていたよそ者だな。来たばかりでコークの紛争を解決したと聞いていたが、まさか今日も助けられるとは。流浪者との紛争は今に始まったことじゃない。争いを一時的にでも止めたお前にみんな感謝している。親父、早く魔女ババアのところに行こう。ひどい怪我だ。だが鉱脈探測機が盗まれた。早く探さないときっと二度と見つからないだろう。ただの工具だ。なくしたならそれでいい。診療所に行こう。一緒に写真を撮りに行く？傷の手当ては終わったわ。今は医療物資が不足しているから、これ以上の問題は起こさないように。いい？聞こえないふりはやめなさい。君のことを言っているのよ、フック。私は何もしてない。悪い奴らが先に手を出してきたから自己防衛しただけだ。こいつが証人だよ。おい、一体どっちの味方だ？分かってるならいいの。この子に好き勝手させちゃダメよ。もう時間ね。最後にもう一度だけ言うけど、フック、これ以上騒ぐとホールマスターは没収よ。分かった？分かったよ。モグラ島のボスたるもの、自分の言ったことは守らないとね。それじゃあ、私は今からカルテの記入をするから、君たちは好きにしてて。お前とナターシャのおかげだ。そうでなければ、俺たちは親子でひどい目に遭っていた。数日前、
鉱脈探測機で地髄鉱脈を発見して、その情報を採掘チームの監督であるアントニアに売り込んだんだ。流浪者たちはそれを知って、俺を裏切り者だと。俺も他の鉱区からここに来た流浪者だから、奴らの味方になるのは当然だと思ったんだろう。もちろん採掘チームがそんなことを認めるわけがない。くそ、こんな大騒ぎになるなんて。親父、どうしてそんなことをしたんだ？お金が足りないのか？親父はな、そろそろ働けない年齢なんだ。いつまで一緒にいられるかわからない分、将来のことを考えなきゃならん。他人からわがままと言われようが、裏切り者と呼ばれようが、そんなのはどうだっていい。重要なのは、俺がいなくなった後、フックがこの金で暮らしていけるということだ。親父。もういいんだ。金はもらった。何も文句はない。残念なことがあるとすれば、俺の鉱脈探測機がなくなったことだな。あれは本当になくすには惜しい代物だった。俺が行動で拾った古代遺物で、かつての航空開拓団が地髄鉱脈を検出するために使っていたものらしい。ずっとあれを使って鉱脈を探していたから、よからぬことを企む奴に目をつけられたんだろう。あんなに珍しいもの盗まれるのも仕方がないかもしれないな。今の俺には探測機なんて必要ない。もう追求するのはやめるつもりだ。盗んだ奴は、ふん、せいぜい幸運に恵まれるといい。診療所の外で話があると、フックが目で訴えかけている。これが目と目で通じ合うということ。待て、お前に手伝ってほしいことがある。モグラ島の原則は助け合いだからな。頼む。なんとか探測機っていうのが親父の大切なものなら絶対に取り返したいんだ。手伝ってくれるよな。それじゃ、コークの避難所で待ってるから、お姉ちゃん。
い。モグラ島名誉隊員、私より先に来なくてどうする。紹介する。親父が最も信頼する候補、シュエターお姉ちゃんだ。それは言い過ぎですよ。フェスマンさんは流浪者を、みんなはフェスマンさんを信頼しているだけです。でも鉱脈事件の後、避難所の雰囲気はガラリと変わってしまいました。私は親父の鉱脈探索機を探しに来たんだ。誰かが親父から盗んだらしいけど、本当なのか？これは私の推測ですが、おそらく本当だと思います。コークでの紛争が終わった後、支援は避難所にいた人々を集めて、怪我人の数を把握するために点呼を取っていました。でも当時その場にいない人間が4人いたのです。そして私たちが戻った時には、すでにフェスマンさんの探索機がなくなっていました。避難所の隅々まで探したのですが、一向に見つからなくて、きっと盗んだ犯人はその4人の中にいると思います。ええ、容疑者が一気に絞られました。流浪者には流浪者の尊厳がありますから、犯人は必ず捕まえます。でも、でも何？実は容疑者たちにそれとなく聞いてみたのですが、みんな自分は何も盗んでいないと言ってるんです。もちろん本物の泥棒が素直に告白するとは思えませんので、きっと4人のうち誰か1人が嘘をついているのでしょう。それはないと思います。やましいことがないのに、どうして嘘をつく必要があるのでしょう。容疑者の4人は全員避難所にいますので、自信があればあなたも調べてみてください。もしかしたら今度こそ真犯人を見つけられるかもしれません。大人は本当に狡猾だな。私が一人一人しっかり尋問してやる。盗んだのか？違う、私は泥棒じゃない。本当か？だったら私たちの質問におとなしく答えろ。いいよ、質問するなら早くして、時間を無駄にしないで。いい人でも利益を重視する。ぼーっとしてた。それだけ。特に気づいたことはない。ない。探索機って？この人、もっと普通に話せないのか？普通？いつもこんな話し方だけど。私、このお姉ちゃんは泥棒じゃないと思う。わかってるよ。
あれ、フック、どうしたの？何か用？お前が親父の探測機を盗んだのか？やっぱり疑われてるんだね。こんなことになるならあのタイミングで出かけなければよかった。バカだったな。私たちの質問に答えるだけでいい。分かった。質問して道理が晴らせるならそれでいいよ。フェスマンさん、いい人だけど。ううん、なんでもない。もしかして今の僕ってすごく怪しい？でも本当に何もしてないんだ、信じて。特に何もしてないよ。ただちょっと散歩に出てたんだ。終わった。この理由はどう考えても怪しすぎる。この理由のせいでもっと疑われたりするのかな。探測機？ない、僕は何も見てない。何も知らない。質問は終わり？僕の無実は証明できたかな？待ってるだけなんてますます不安になるじゃないか。お前が親父の探測機を盗んだのか？なんだと？俺に濡れ衣を着せるつもりか？怒るぞ！物売りにとって最も重要なことは何か知ってるか？信用だ。こんな風に憶測で誹謗中傷なんかしやがって、もし俺の仕事に影響が出たら責任を取ってもらうからな。だったら私たちの質問におとなしく答えろ。お前を信じるかどうかはそれから決める。黙秘権を使わせてもらう。その質問には答えたくない。発言を拒否する。お前、もう一度だけチャンスをやる。ホールマスターを見て考え直すんだな。俺は数々の修羅場をくぐり抜けてきたんだ。お前らみたいなチンピラにおじけづくわけないだろ。そうだ、取引をしないか？俺が持ってる情報を少額で提供してやるよ。もちろん嘘はつかない。だったら好きにしろ。俺は黙秘権を行使するだけだ。遅延で俺を脅す気か？俺があいつらを怖がるとでも？ゼーレ姉ちゃんを呼んできてこいつを捕まえてもらおう。はあ？やめろやめろ、冗談だって。わかった、答えるよ。答えればいいんだろ。だから遅延は呼ぶな。
町で商品の仕入れをしていた。何もおかしくはないだろ。俺の仕入れの時間は誰もが証言できるくらい規則正しいんだ。ああ、それと避難所の人たちがどこに行ったのか考えてたよ。フェスマンさんはよく俺の仕事の世話をしてくれるし、親切にもしてくれるけど、特に親しいわけじゃない。鉱脈の件に関しては、いい対応だったとは言えないな。みんな共存すべき隣人なのに、他人に甘い汁は吸わせないと言わんばかりだ。全く理解できない。盗んだのは間違いなくコックだ。絶対そうだ。俺の信頼にかけて嘘はついてないぜ。俺の仕事柄、人の考えを読み取るスキルが必要だ。あのコックが何か企んでいることくらい俺はとっくに気づいていた。信じられないなら他の人にも聞けばいい。あのコックは何か企んでいる。僕は盗んでない。本当に僕じゃないんだ。もう行っていい？私は探測機を盗んでない。おお、これはこれは、探偵の真似事か？いいえ、お前が親父の探測機を盗んだのか？このガキ、いきなり人を泥棒呼ばわりするとは失礼なやつだな。俺は常に清く正しく生きてきたんだ。泥棒なんてするもんか。ふん、口では何とでも言える。本当に盗んでないならおとなしく質問に答えろ。はあ、ガキのくせに生意気だな。わかった、2分やるから、その間に好きなことを聞けばいい。飯を作ってた、それだけだ。この染みついた料理の匂いが嘘だと思うか？タイミングが悪かったとしか言いようがない。こんな厄介ごと自分から巻き込まれに行くわけないだろ。あの時はたまたま食材の買い出しに行ってたんだ。フェスマンさんには頭が上がらない。何しろリベットタウンにいた頃は採掘チーム全員の食事を俺に任せてくれてたからな。彼を信頼していたからこそこのコークまでついてきたんだ。なのにまさか彼が儲けを独占するとは。チェン、鉱脈は見つけた人のものだから彼を責めることはできない。ただ俺が今まで抱いていた彼のイメージにはそぐわないな。ああ、別に密告するつもりはないが、フェスマンさんのためにお前に秘密を打ち明けたい。この前、あそこのシッターがフェスマンさんのテントに忍び込んで何かの箱を持って出てきたのを見たんだ。どうだ、怪しいと思わないか？はぁ、好きにしろ。お前たちが信じようが信じまいが、言うべきことは言った。終わったならさっさと帰ってくれ。俺は忙しいんだ。どうしよう、
頭の中がごちゃごちゃしてる。お前たちは4人が言ったことを覚えてるか？安心してください。私が記録しておきました。いいですか、あの4人の中で嘘をついているのは泥棒だけのはずです。コックはシッターがやったと言い、仕立て屋は自分はやってないと言い、物売りはコックがやったと言い、シッターは自分じゃないと言いました。どうでしょう、犯人は分かりましたか？コックと物売りが怪しい気がする。私の勘はよく当たるんだ。真犯人は二人のどっちかに間違いない。間違っても大丈夫、この全能のフック様には他にも真犯人を見つける方法が100個あるからな。そうですよ、推理とは別の方法でも本当の泥棒を見つけることはできます。とりあえず彼らの証言を分析してみましょう。コックはシッターがやったと言い、仕立て屋は自分はやってないと言い、物売りはコックがやったと言い、シッターは自分じゃないと言いました。どうでしょう、犯人は分かりましたか？私もよく分からないけど、とりあえずお前の判断を信じるよ。行こう、直接問い詰めてやる。あれ、コックはどこに行った？コック？コックなら慌てて外に走っていったのを見たよ。あいつ絶対おじけづいたんだ。どこに逃げたんだろう。あ、そういえばコークに来る前に散歩おじちゃんを見かけたんだ。今回のことに何か関係があるのかも。私が案内する。散歩おじちゃんはあっちにいるはず。散歩おじちゃんはいつも魔女ババアの診療所に通ってるから、何か深刻な病気なのかもって思ってたんだけど、もしおじちゃんと泥棒が来るだったら、おじちゃんも悪者だ！あなた、本気ですか？こんなに珍しいもの、本当にこの値段で売ってくれるのですか？ウロなんかない！お前、本当に無駄話が多いな。いるのか？いらないのか？早く決めてくれ！二人とも、もう逃げられないぞ！ドスクロのフック様のご登場だ！ただの取引ですよ。あなたたちこそ何を騒いでいるんです？なるほど、安物には裏がある。この商品に問題があることなど僕はとっくに気づいていましたよ。誤解のないように言っておきますが、この方と僕は共謀しているわけではありませんので。副校長さん、それをこちらに向けないでください。物騒ですよ。おい、そんなに早く手のひらを返すやつがあるか？さっきは長期取引だって。お前が親父の宝物を盗んだ犯人だな。ホールマスターは絶対にお前を許さない。なあ、おい、これはフェスマンのせいだ。これを持ってるからって一人で儲けて、あまりにも不公平じゃないか。あの、
なんだか嫌な空気になってきたので、僕は先に失礼してもいいですか。俺に道理を説くつもりか。今の仮想部で盗みを働かずに生きていけると思うのか。どっちにしろ宝は俺が持っている。奪い返せるもんならやってみろ。ホールマスター、準備。この機会を逃さないで。こっからが本番だよ。始めようか。はいになれ。うちの出番。はっ、さっきは偉そうなこと言ってたくせにこの程度か。早く探測機を出せ。まずい、親父の宝物が壊れてる。でもおや、こんな時は僕の出番ですね。もちろんです。あなたとフックお嬢さんの勇姿は1秒たりとも見逃せませんからね。教えてあげましょう。ボルダータウンにカンテラ・パフラビーという鑑定士がいます。この鑑定士、表向きは古代遺物の鑑定はやめたと言っているのですが、裏では高値での買い取りを続けているんです。その宝物にはかなりの価値があるようですから、彼のところに行って運試しをしてみてはいかがでしょう。コツとしては、まず彼の前で宝物を安く売り払うふりをして、彼がワクワクしながら宝物を修理してくれたら、やっぱり売るのはやめて手元に置いておきたいというのです。このようなビジネス手法はいいとこ取りと呼ばれているのですが、いかがです。カンテラ・パフラビー、わかった。ありがとう、散歩おじちゃん。よし、すぐに町へ行ってその人を探そう。お気をつけて。一緒に写真を撮りに行く？俺は古代遺物の鑑定はやめたんだ。その探測機がよっぽど珍しいものじゃない限り。これだ。探針が折れてるんだけど直せるか。おお、これは実に珍しい。よく見せてくれ。ちゃんと見てくれ。絶
俺は長年この仕事に携わっているが、こんな古代遺物は見たことがない。俺の見立てじゃこれを修理するのは不可能だ。だが極めて希少なものだから、壊れていても高値で買い取ることはできる。どうだ、取引するか。単身のない探測機は歯のない剣と同じさ。今はただのガラクタ、全くの無価値だ。俺以外に売れる相手はいないと思うぞ。迷うのはやめて売った方がいい。それなりの値段で買い取ってやるから。親父を探そう。どこに行ってたんだ。探しに行くところだったぞ、フック。そろそろ家に帰ろう。俺が岩暮らしガニの塩焼きを作ってやる。どうかしたのか。今まで何をしていたんだ。私はお姉ちゃんと一緒に親父のものを盗んだ泥棒を捕まえたんだ。でも親父の探測機はもう壊れてて、私がもっと早く見つけていれば。やっぱり盗まれていたんだな。怪我はしてないか、フック。私は大丈夫だ。親父、探測機がまだ使えるかどうか確かめてみてくれ。これは地髄探針が壊れているからもう使えないだろうな。そっか、ごめん親父、私何もできなかった。どうして謝るんだ。俺のために頑張ってくれたんだろう。ありがとうな、フック。でも親父の宝物が…泣くな、フック。親父の宝物はずっとここにある。なくしたことも壊れたこともない。俺はこの探測機でたくさんの鉱脈を見つけて、採掘チームの労力を減らすのに貢献してきた。その点から言えば、これは確かに宝物かもしれない。だが結局のところ、探測機は単なる道具に過ぎない。本当の宝物とは、それを所有する人にとって、かけがえのない意味を持つものなんだ。私、よくわからない。それでもいい。親父のたわごとだと思ってくれ。いつか必ずわかる日が来る。じゃあ、親父の言う宝物は。安心しな、今も元気に遊び回ってるよ。
私が泣い